さん、こんにちは。今日はグラスホルダーネックレスの作り方のご紹介です。こちらはサングラスをこのようにここに引っ掛けることができるネックレスになっています。こういう風になってます。好きなボタンとこういった大きめの丸カンをボンドでつけて作っていきます。使用するボンドは E6000 になります。こちらのボンドはすごく強力なのでしっかり固まって安心です。1日乾かしておいてくださいね。それでは早速作っていきましょう。